マネージ広場から見たホテルモスクワ。ファザードは、構成主義と、古典主義の混合であるホテルモスクワは、ロシアの首都モスクワにあるホテルである。モスクワ中心部マネージ広場マネゲスクエアに面し、旧モスクワ市庁舎モスクワシティホールとは対面する。設計は、アレクセイシューセフ。1935年開業。ホテルモスクワは、1930年代の、 モスクワ都市再開発と深い関連がある。ホテルモスクワのあるオホートヌイラット地区は、元来、賑やかな商店街であったが、反面、不衛生な生活環境でも知られ、その北ならしさは、モスクワ一と言われるほどであった。再開発にあたり、労働宮殿の建設が予定され、1922年コンペが行われ、ベスニン兄弟の案が優勝したが、 諸般の事情により実現を見なかった。結局、ホテルの建設が決まり、1931年に第1回コンペが実施されたが、この時にはホテルのプランは未決定に終わった。2回目のコンペは3人の著名な建築家をあらかじめ指名して行われた。この第2回コンペで、ロシア構成主義の建築家、サベリオフ、スタプランの案が採用され、 両名で設計を行うことになった。しかし、すでに1920年代後半から、社会主義リアリズム、さらに、スターリン様式が主流となり、構成主義は批判の対象となっていた。1933年10月2日、モスクワ市ソビエト幹部会は、ホテル建築に関し、新たに主任建築士として、スターリン様式の建築家で、 古典主義の第一人者と目されていたアレクセイ・シューセフを任命した。ホテル建築にあたっては、シューセフがトップとなり、サベリオフ、スタプランーン両名は、シューセフの指揮下に入り、その命令に完全に従うことが義務付けられた。こうしたモスクワシソビエトの移行にもかかわらず、3人の意見の違いは、実際の設計にあたって顕在化した。結局、ホテルモスクワの建築は、 構成主義と古典主義の奇妙な混合物となってしまった。すなわち、シューセフは、サベリオフ、スタプラーンのマスタープランに新古典主義的な装飾を追加した。さらに、モスクワ市ソビエトの指導により、ロビーに豪華な装飾性を加味することになり、グラフィックデザイナーのエフゲニー・ランセライ、ユージーン・ランソリーの手になるモザイクや、美術品によって館内は飾られた。 さらにホテル設計にあたっては、一つのアネクドートが、まことしやかに語られている。シューセフがスターリンに対して、ファザードの設計プランを提出した際、シューセフは一枚の用紙に二つの設計プランを描いて提出したが、スターリンとの面会ができず直接説明を受けず、図面を見たスターリンは、建築設計図の見方がわからなかったため真ん中にサインをしたため、 誰もスターリンに指摘する勇気がなく両方のプランを盛り込まざるを得なかったというものである。2004年地下駐車場建設工事にあたり、ホテルは解体され、新たに再建された。ホテルモスクワの1階には、モスクワ地下鉄、オホートヌイリアト駅の出入り口がある。2012年、住宅、オフィス、ショッピングセンターファッションシーズンがオープンした。解体後、新しいホテルの建物は、 シューセフ設計の休館をできるだけ正確に再現された。2014年10月30日、フォーシーズンズホテルモスクワとしてをオープンした。旧ソ連時代から海外に輸出されていた代表的なウォッカであるストリチナヤの瓶には、かつてはホテルロシアの絵がロゴとして入っていた。税、2016年8月4日閲覧。 ホテルニュースリソース、フォーシーズンズホテル、モスクワツーレオーペンオクトーバー30。2016年8月4日閲覧。ラグジュアリーホテルインモスクワ、モスクワホテル、フォーシーズンズホテルモスクワ。2016年8月4日閲覧。ありがとうございます。